その頃からもうすでに心は女の子だったので、おー、2年前ぐらい話せたことあったじゃん。私今になると思ってたね。嘘。おじいちゃんになっていくことを想像できなかった。なるほどね。ちょっとモテ期が来てます。わー。私の丸坊主ビキニもね、見たら笑っとったけど犬は吠え散らかしとったわ。スカンドストリートです。どうぞご覧ください。ということで本日は、2年ぶりぐらいに花上純ちゃんでございます。こんにちは、花上純です。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年ぶりぐらいですね。はい、本当に、あの頃とはちょっといろいろと変わったので、いろいろと変わって、だからいろいろ聞きたいことがたくさんあります。今回は私からあの連絡したの。あ、そうなの。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。リアルビッチになったの。リアルビッチそうかもそうかも。いやでも、なんかだいぶ印象がなんか濃くなった、うん、どういう意味前回はね、男の話を結構してくれたの。そうそうそう、うん、どうもすればいいよ。よろしくよ。いやでもね、何があったかちょっとご説明いただけますか。そうそうそう、そうね、そうね。そうだよね。一旦ね、見た目がなんかどん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 ね、うん、なんか変わってってるから進化してるのと、ね、まあでも、あの2年前に出た時にはもうすでに、はい、私のその内面的なところはずっともう変わらずで、もともとこうだったところをずっと隠してて、初めてカミングアウトした中高生ぐらいの時にカミングアウトした理由っていうのが、友達と恋愛話がなかなかしづらくて、それが嫌で、なるほど、噛み合わないところがある。そう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 、それが嫌で、男の子が好きだっていうことを知ってほしくって、ゲイだっていう言い方をしたんだけど、本当はその頃からもうすでに心は女の子だったので、みんなが混乱しますよね。大丈夫。和訳すると和訳なのね、冗談。それ多分、今だから言えることじゃない、もしかして。そうそうそう、ゲイだって言ってたけれども、本当は女性だって、心は女性だっていうことって、もしかしたら今だから言えることで、多分当時はもしかしたらもっと混乱してて、ぼやっとしてたものだったのかもしれないよね。そう、今思い返すと、ああ、もう物心ついた頃だったなっていうのは、ね、思って。でも、女の人になりたいですとか、性同一性障害、だっていうふうに自分も認めたくなかったし、それをカミングアウトして周りの反応も怖かったから、ちょっとでも自分の一部分だけでも知ってほしくって、男の子が好きっていうところで共有したくって、妥協って言ったらちょっと違うけど、ゲイの人にも失礼になっちゃうけど、なんだけど、ゲイですっていう言い方に逃げてた時期がずっと長くあって。なるほどなるほど。今言ったようにトランスジェンダーっていうことにちょっとまだ自分の中での抵抗があったってことかもしれない。そう、やっぱり子供の頃からオカマとかからかわれてきたりとかして、それが結構嫌で、いじめられたこともあったし、親も実家でおじいちゃんおばあちゃんとかと住んでるから、親のその立場考えた時に肩身狭い思いするかなとか。でもね、私ね、これある2回目で、まあね、2年前ぐらい撮らせてもらったじゃん。私今になると思ってたよ。嘘。私もちょっと気づいては、なんかそう、本当、なんか出てたよね。ていうか、ゲイってゲイなのよ、匂いが。ちょっとなんか女性と違うよね。違う何かが、でも私は最近見えるようになってきた。スピリタス系の方でね、感じたりします。スピリタス、スピリタスじゃない、スピリチュアル。ちょっと待って、酒が、え、これもさすが、さすがよ。これさ、もうさ、あの、ターニングポイントは何だったんですか。なんかこれっていうターニングポイントは特になくて、東京に出てきて、18から出てきてるから、すごい長いわけですよね。で、こっちに人生があるし、友達がこっちにいるし、みたいな。そこまでも地元のこととかを意識したりしなくても、もう自分の人生生きていいんじゃないかなみたいな気持ちに急になって。去年の時はまだそんな思いはまだまだその時はなかった。なくて、その後何年何ヶ月か後にあってこう思う時が来て、もうずっと悩んでたけど、ホルモン治療を今始めたばっかりで、まだ体何もいじってない状態で、今年の春ぐらいに本気でどうしていこうかっていうのを悩み始めたかなって。あー、なるほどね。新春です。ちょっと待って、そこで新春使うのと違うと思う。新しい春が来ました。18から出てきたって言ったじゃない。こっちが長いとさ、もうこっちの友達ばっかで遊ぶの、地元で帰った時に本当にあんまり会うか会わないかぐらい、ね。そう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 、ばっかで私もほぼこっちだわな。あ、私もそう。でも悩み始めたっていうのは、その自分の本当の性に対して向き合い始めたのか。うん、でも向き合い始めたから多分悩み始めたってことだよね。
そう、将来的なこと考えてどの姿で死にたいだろうと思って、うわー深い、うん、おじいちゃんになっていくことを想像できなかったの。なるほどね。できなかったし、それは嫌だったの。すげえ、おじいちゃんになるんだ、達也、そういえば。そうよ、うちらはおじいちゃんよ。どうせ、老いていくんだったら、おばあちゃんに、まあ、なれないかもしれない。女性になれるとは思ってなくて、私。どんだけ、どこまで行ってもなれると思ってなくて、女性に近い、また別の生き物になると思ってるんだけど。すごいね。まあ、どんだけ見た目が綺麗になっても、戸籍を変えても、そこ完全に女性になることは絶対にできなくて、もっと男っていうそのレッテルっていうかあれはずっと背負っていかなきゃいけないものだって思って今この道を進んでいて、でも将来的におばあちゃんに近い生き物みたいな感じの終着点を目指したいと思って、おじいちゃんじゃなくておじいちゃんじゃなくて、ね、うん、どっちかでもおばあちゃんの方に近い。だからさ、よくさ、うちらはゲイ、まあ、ゲイの時代もあったと思うけどさ、うんうんうん、なんで楽しかった外見は男っぽいのに来年女の子なんですか、外見女の子っぽくしないんですかっていう質問とかがあるの、うん、あるね、たまにね、とんでもない質問だなと思って、うん、それは本当男として男が好きだから別に内面も男か外見も内面も全部男です、うんうん、でももう逆にちょっと中性的だったじゃない私、うん、そうそう、でも内面は実は女の子だった、だけどゲイだって言われると何かが違ったってことだよね、多分ね、うん、その中性的な感じのラインを攻めてたのはギリギリできる抵抗がそこだった。あー、なるほどね。男っていうところはあくまで崩さずにどれだけその中性的に持っていけるかっていうところの攻めぎ合いとか戦いだったから、自分との中の戦いでその時はそこが出てきたっていうね、完全にもうゲイですみたいな感じの男らしいモテる感じのああいう見た目に振り切ることもできないし、うんうんうん、だから女の人っぽく寄せていきたいけど周りの目を気にして女の人になるっていう そこは超えられなかった、その時は。だから男っていう範囲の中でギリギリを攻めた結果、ああなった、ああなったんだその結果があれの、ああなったんだね。そうなのよ。え、将来的にはもう体も考えては、そう、体も変えて、戸籍も変えてっていう形で歩んでいこうかしらっていう所存です。半年でやっぱりちょっと出てきました、自分なりにこう何かがこう変わってきたなというか、あちょっと胸若干出てきたな、体がちょっとこう女性らしさの体になってきたなみたいなとか、骨格じゃないけどなんかね、丸みがちょっとずつ出てくる、やっぱり あと胸が出てくるんだけど、ちょっと私はそんなにまだ出てないけど、本当に小太りの男ぐらいのおっぱいしてて、乳首は大きく黒く太くなる。大きく黒く太くなるんだ。すごい、なんか大きく太く黒くなる、なんかエッチよね、それだけ聞くとね。でも乳首の話だったわ。そうよ。そうよ。でも一番最初に出てくる変化がそこかも、乳首かも。そう、なんか腫れてくるっていうか痛い。痛いんだ。私も自創の時期あった。あ、そんな感じ、小学生ぐらいの時。そう、成長痛みたいな。違うの、乳首にしこりができたの。私も最初それだった。え、何それ。病院に行ったら、これ女性ホルモンが今活発って言われてお母さんが大爆笑。え、今、達也今から胸膨らむの。なんで膨らみかけてた。でもなんかその周りの反応はどうだった。確かに周りのこっちにいるお友達とか、周りの友達にはもう自分と戦ってる時には本当に自分も別に女性になりたいっていうことは言ってなかったんですよ。言ってなかった。で、いざこう女性にってなった時に周りの友達の反応はどうだった。やっぱり目に見えてて分かるわけじゃないですか。なんかあえてカミングアウトみたいな形で言ったのは一人しかいなくって、すごく一番仲いい友達が一人いるんだけど、実はねって言って話したのはその子だけで、まあ分かってたよっていう反応があった。ちょっと匂いしてたもんね。ふざけるね。匂いで言ってくるな。本当ですか。あ、私にも言ってくるもんね、たまに。そう、もう結城さんはちょっとします。ちょっと完全にじゃないけど、本当だからグラデーションな感じ今。グラデーション、まあ、グラデーションな感じがする。これがもうちょっとそっち行ったら旧花上純っぽくなってくる。ここら辺で花上、旧花上、もう一人ここに必要かもしれないけど段階がね、うん。え、でも親とかは、それこそ。あ、親は、母親にまず最初に電話で言って、うん、まあ、お互いに泣きながら電話して、でもまあ、最終的には理解してくれて、でも
心配をやっぱしてて、そうだね、一番は多分男になるとか女になるとかそういう運命とかやっぱ一番体がどうなっちゃうのっていうのが心配だもんね。なんかその後のタイミング電話してお盆かなんかで実家に帰る時があって、帰ったらバレちゃうからどうしようってなって、母親から父親にまず言ってもらって、なんて言ったことなんだよ、もう分かんない、怖くて聞けない聞けないんだよそれは。それ怖くない？父親もまあ了承してくれたっていうか、まあ心配は心配だけど、まあ、どうすることもできないよね、自分が行きたいようにと言いますか。今はでも結構父親は私がこういう活動してて、地元のなんかテレビ出たりとかなんか情報誌に載ったりとかする時に、この状態ではないけどバリバリメイクしても見るからにお姉ですっていう状態で乗ってても全然恥ずかしそうにしない父親で、あー素晴らしいよ、むしろなんかそういうなんか厳しい時代でもないわけだから、どんどん行けぐらいな感じで言ってくれる親だったんで、そう大丈夫でした。でもそうなってくるとさ、次はさ、ノン系の男性食いまくってるんじゃないかと。恋愛よ、恋愛。いや、でもなんか、噂によるとなんかいろいろあったらしいですけどね、なんか。まあ、ノン系の男食いまくってたのは、ホルモン打つ前。あ、そうなんだ。ホルモン打ってからも、ちょこちょこ食ってるけど。チョコいただいてるみたいに言わないで。ホルモン打つとどうしても、ちょっと私の場合は性欲が。あー、軽減されちゃう。なくなっちゃう。 あ、そっち？今はね。でもそのなくなり方っていうのはもう完全にやる気も何も起きないっていうわけじゃなくて、目の前にイケメンがいてがあってマッチョがいたら燃えるけど、変な話、一人で別に家でなんかやることないな、何しようかなみたいなのは全くない。一人でいる時にムラッとして、じゃあ男に連絡しようっていうのもなく、ただこう目の前にもそういうのがなった瞬間にはエロい、ムラッとするっていう感じですか。キスが始まったらもうそのまま燃えてよっしゃってなるけど、ああなるほどね。そう、でもじゃあもう本当にないに近しいってことだよね。一人の時はない。でもどうなの、男愛だの恋だの、愛だの恋だの、うん、ちょっとモテ期が来てます。わこれが一番だから。で、何、どういうモテ期が来てるの。どうなの。なんか昔からつながって知り合いだったけど、こうなってからすごく頻繁に連絡を取るようになった人とかが、今それのんけで、のんけで、急にそういうなんかやらしい目で、あ、やらしい目で私のこと見てきてるっていう感じ。そういうね。いや、それ、どうなんだろう。いや、だったらいいな、だったらいいなって思うけど、その方々とはまだいたしてはない。いたしてはない。食事行ったぐらい、食、お食事で、うん、でも最近好きな人が何ヶ月か前になんか SNS かなんかで繋がったみたいな話がありましたよね。それは女の人でした。え、相手は元女性ってことですか。いや、今も女性。ほう、そう。それはどういう状況だったの。それは、SNS で繋がって仲良くなった人で、最初男の人だったっていう話を聞いてて、LINE でやり取りしてて、声も男だった。声も男だった。でそれはなぜかというと、なんかゲームとかで声変えれる、なんか覚醒器とか転生器的な、うん、なんかそういうのがあるらしくって、結構一般にももう普通に流通してるらしいんですよ。アプリとかもあるしね。そう、知らなかったんだけど全然、それで声を変えて男の声で電話してて、だから全然わかんなくって、で写真ももら交換しててもらってたから、どんどんなんか好きになっちゃって、でもあると急に女の人だって言われて、まあいろいろあって、それでもやっぱ好きかもってなって、でも一回も女の人だから、そういう体の関係とかキスとか手繋ぐとかも一回もなく、エロとかなんかそういういろんなものを乗り越えて好きだった人だった。人としてというか、うん、その写真送られてたやつはその方の写真だったんですか。違う人。あ、へぇー、それはダメだろ。なんかすごいな、情報量がすごすぎてパンクしそうになってますけど、私今。あ、そう。私も最初そう思って、すごい怒ったし嫌だったけど、それを抜きにして考えても、すごく人間ができてた人が一番の思い出かもしれない。それは思い出すぎるやろ。確かに残るわな、急、そういう、いろんな意味でな。でも逆に達也、そんなことされたら人間不信になっちゃうかも。いや、私も一時期ちょっと大変だったけど、でもいろいろ付き合ってきた中で、誰のことが一番好きだったかとか、誰を一番思い出すかって言ったら、やっぱその人を。まさか自分も女性にそんな風に思うなんて。まあだからそれ、男性とか女性とか一回置いといて、うん、まあまあ、その人としてだったのかもしれないよね。そうそう、韓国の YouTube であるんだけど、ブランド恋愛とかってどん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 こう上げて、見たことある。ああいうのってでもすごいいいと思う、私。でもあれは正直、でも本当に顔がいい人たちばっかりで乗ってるじゃない。
ゃねえなおめえは。だってそれってさ、本当にタイプじゃないさ、極度に希少狩りか極度にデブかとかだったら、ああまあってなるか。ならないです。ならないよね。ならないかもしれないです。私もならない。いや、ならないよ。こういうことはオブラートに包んでいかない。どんどん言っていくわよ。本当によ。でもね、トサボもそのうち多分どんなになろうかな。めちゃくちゃ可愛くなると思う。私は思ってます。なんかこうグラデーションって言ってたけど、飛び越えてお前だっていうふうにはたまに思う。違う、ゲイをもう約30年ぐらいやって飽きたなっていうのもある。ゲイで、本当に今って性がもともともっと心が女性でなるっていう、このトランス性同一性障害というか、トランスジェンダーというかの場合もあれば、もう自分どっちか分かってない状態でニューハーフになる方もいらっしゃるじゃん、今の時代って。いる。変な話、私の知り合いでさ、もう私32になったから、もうよし女になろうと思って本気でもうそのままタイに行って、そのまま全部転換してきて戻ってきて、いきなり女になった人がいて、人生でね、でなんで急にそんなになったのって言ったら、うんうん、なんか俺ふと女になろうと思ったんだよね、それで落としてきたのって言ったら、うん、そうよって、今は私はフィジークの男と付き合ってるわって言われた。謳歌してます。いいなぁ。ナンパされるようになったとかってあるんじゃないの、うん、あ、そう、ナンパされるようになった。あ、でもなんか同時に、あ、こういうナンパしてくる人ってあんまりその顔とかそういうのちゃんと見てなくて、なんとなく形が女の人っぽかったら誰にでも声かけてるんだなってことも分かった。そうなんだ。でも本当に私ですらされるから、もう世の中の女性の人たちはもっと大変なんだろうなと思う。あ、そうなんだ。見てないんだ、そんなに。人によると思うよ。あれで一番聞きたいことあったの。何？その女性になって一番したいことなんですか？なんか脳胸を引っ掛ける云々はこうなる前から得意だったから。なんか言うてらっしゃるわね。来ました来ました来ました。それ以外で言ったら、純粋に男性と恋愛がしたいかな。今までは男性と恋愛してきたけど、向こうも私に男性性を求めてくるわけじゃない。はいはいはい、はい、男としてゲイとして付き合ってるわけだから、うんうんうん、じゃなくて私を女性として見た上で、私を好きになって、私もその人が好きでっていう恋愛を一度してみた。なるほどね。それはまだそのさっき言ってた女だった人、ああそっか、女性だった人は私を女性だと思って、うん、その好きになってくれてたんだけど、また相手が女性ってなってくると、またちょっと話違う。そうですね。そっか、噛まれずになってきちゃうもん。そう。男性とそういう関係にいつかなれる人といつか出会えたらいいなとは思う。あとはやっぱ水着着たい。着たい、そうです。やっぱみんなそうなんだ。私もビキニ着た。いつでも着な。あんたは着てるじゃん。私は着ましたよ。なんで？はい、プライベートビーチで丸坊主んちビキニお姉丸坊主ビキニお姉で、ほんならあのタイって銃持ったあのこういうプライベートビーチのこう警護の人がおるんだけど、そいつらすら笑っとったもん。ずっと険しくやっとるやつが私の丸坊主ビキニお姉見たら笑っとったけど、犬は吠え散らかっとったわ。あーって言いながら、あーとかやる。タイでしょ。そう、タイだからプライベートビーチ。もうね、それ大門メロクじゃないで、そうそう、うん、素晴らしいですね。この後私のチャンネルの方にもご出演いただきますので、スタバ飲みながらお姉さん人で質問悩みに答えてみたバッサリいくわよ編でございます。はい、バッサリいくわよ編、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。概要欄貼ってありますので、はい、皆さんぜひぜひチェックしてください。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。